まずは片岡愛之助さんです。えー、皆様こんにちは、片岡愛之助でございます。えー、私もダブルセブン大好きでございます。そして、えー、今日は、えー、皆さんとたくさんの方々とつながっているということで、えー、皆さんと一緒に、えー、質問して、そしてこの時を大切に楽しみにしたいと思い、楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 さて実は愛之助さんは熱狂的なセブンファンと伺っております、はい、しかも今回なんとロンドンにいるキャストの方々監督に次回にファン代表して質問をされるということで,で、ね、はい。どんなお気持ちでしょうかいやもうドキドキですよまさかね <laughs>、はい、お話できるなんて思ってもいませんでしたし本当にもうこのお話いただいた時何が何でも今日来たいと舞台のお稽古の最中なんです実はそのお稽古はい <laughs> 早く終わらせてきました <laughs> <laughs> のかどうかわかりませんけれども,もいいはい。じゃあぜひこれからで、ね、質問をよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは片岡愛之助さん早速 007i を質問としてお願いしてもよろしいですかはいわかりました、えー、では私から、えー、ダニエル・グレイクさんへ、えー、あのですね私あの歌舞伎でもですね同じ役を務めるっていうことが えー、よくあるんですそして、えー、時代を超えて同じ役を務めるということで、えー、今回ダニエルさんがその、えー、ジェームス・ボンドを15年間務められたということで,です、ねえーまあ、いわゆるダニエル・ボンドというのをご自身でどう消化されたのか、えー、お聞かせください。 Uh, so, Ainos um, uh, question is um, In kabuki theatre, roles are um, uh, kind of similar to Bond, are inhabited by different actors over centuries. And of course, you've played this role over 16 <laughs> years. The question he wanted to ask you was How did you continue to kind of cultivate your own Bond while acknowledging the legacies of your predecessors? Uh, first of all, good evening and thank you for your lovely, kind words. Um, um, I... Um, was given a chance when I was given this role to begin again. Uh, we used the first. Uh, we had the rights to the first novel, Casino Royale, which is when James Bond becomes James Bond, um, and that meant that um, I was allowed to put into it um, my own feelings and thoughts. Um, um, it's uh, one of those characters that that that. that is complicated and therefore most interesting, a conflicted character and um, I've found it such a joy to dig into um, to try and find the emotion and to try and find um, who the person is. Um, it's, it's taken me 16 years to try and figure it out um, um, but I, I hopefully I got there. <laughs> <laughs> えー、今回ですね、私はあの最初の「カシノ・ロイヤル」で、これは原作の第1作目になりますから、えー、ジェームズ・ボンドがジェームズ・ボンドになったところから始められたわけですね、そういった意味では自分の考えやいろんな、えー、感情というものを入れ込むことができました、非常にこのキャラクターは複雑で、だからこそすごく面白いキャラクターだと思うんですね。えー、本当にいろんんなな感情を、まあ、自分のの中で、えー、誰なんこ ジェームス・ボンドは誰なのかっていうことを考えながらですね、えー、やっと16年かけてやっと誰だなのかが分かったような気がします。はい、ありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます,います、ね。お二人いかがでしたか？<ー>実際に夢のようですね。ね<ー>ただただファンの一人としてもう呆然と見てました、ね。<laughs> 忘れてましたね。わ <laughs> かります。なんかぼーっとしていました。<laughs> ね ね、ちなみに愛之助さんはどんなところが007の好きなところなんですかいや,もうやっぱり本当に僕、車が好きなんでカーアクションも好きですしそしてその中にラブストーリーあり、ね、もういろんなものがすべて含まれているじゃないですかですからいつもね、見てパワーをいただきます、はい、じゃ今回の、ね、最後の「のノータイムトゥーダイも楽しみで仕方ないです楽しみで仕方ないですねですからもう本当にあの、えー、どっか稽古の合間を塗って見に行きたいと思ってますね。<laughs> 楽しみにしておりますありがとうございます、はい